やったぜ。お役に立ちたい。これは。おはようございます。おはようございます。はようございます。お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 はようございます。ゾフ。おしゃれだね。ゾフいいでしょう。ジンズでしょ。超いい。5万人だからね、僕もゾフです。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。5万人記念って。ああ、確かに。ゾフっす。ああ、確かに。おめでとうございます。グッズ買おうか。あらあら、右じゃね、神さん言っちゃってください。言いますか。2221111。どこが？どこが？わかんないわかんない。どこが？高さん言っちゃってやってください。俺何も見て、俺何も見て。2221111。どこが？ちょっと11、ちゃんと11にいましたけど今。全員映ってはいるが、あの中央に222ぐらい、シャワーメインエンジンあたり222みたいな感じだった気が。シャワーメインエンジンに222、それは今ですか？停電治る直前ぐらいです。エンジンかな。停電治る直前ですか？はい、もう治る瞬間と言ってもいいぐらいのタイミングです。どこだ、メインかシャワーかな。多分中野アルマタケオがメインだと思います。じゃあメインだと思う。で、幻想シャワーとかじゃないかな。停電入る前にもアドミン一瞬だけ見て、武器庫と金庫とメインに2ずつでしたね。まあ入った後の方が、ね、はい。そんなにアドミン見たのみんな。いやそう、てか2人がかりで見れるの3秒しかないのに。3秒しかないのに。まあいいんじゃないですか。あ、俺が、ちなみに昇降機右で停電直してます。死人は誰も出ないのかな。メインエレキ、メインシャワーで見てないです。お、左側でも見てないと思う。そうなんだよね、結構右かなと思うんです。うん、プテガミ、ハッタ、ポンズまでは武器庫とかキッチンあたりで死人が、うん、俺はそうですね。まずキッチン脇が、ハイブリ、プテハシ、ガミ、ハタサコなんですよ。でポンズ君はエンジンなのかな、はい、じゃあそうですね、エンジンで配線やって、うん、コックピットのハンドルやってですね、展望キッチン、武器、エンジン、宿舎、ミーティングぐらいの感じで行ってて、見てないんですよね、ネロも富士も、うん、なんで右かなって、うん、見てない。タカゲン、タケアル釣ればなんか終わりそうな感じが、右組ね、うん、うん、プンプンとしてるというか。確かに左側がそんだけいるな。メイン脇がアルゲンです。ちなみにその俺がアーカイブ脇、シャワーアーカイブ、昇降機右で、誰とも会ってないの。フジネロも会ってないし、まあポズケンさんとも会ってないんだけど、うん、だからなんか俺全部人外なんだろうなって思ってます。うん、ゲアル剣、まあ俺も含んでもいいと。全くその通りだと思います。語彙力、動揺の仕方が全部ワンパターンや。自信あります。
まあそうですよね。コミュ差も直るの。コミュ直しましたけど、あの僕アップロードしてから行ってるんでめっちゃ時間かかったと思うんですけど、左誰もいなくてビビりました。ガミさん、ただ高田さん死ぬんだったら滝元になるかな、実施点は。うんうん。あと一応ガミさんはメインホールの除染タスクにおいて、エレキ降りたらポンズくんがガシャコンタスクをやってました。あ、メインの除染っすか。うん、で最後、あ、じゃあそうですね、ガミさんのキルの方が実施点はほぼ原産だと思います。シャワーに原産置いてってるんで、うん、シャワーに原産置いてってメインエンジンで宿舎でミーティングのところでプテハシさんとすれ違ってでミーティングでパタサコがボタンを押してるのを見てるって感じです。ただ直近じゃないです、ごめんなさい。結構前、20秒ぐらい前に除染で置いてってるって感じ。うん、結構ポンズ君とエレキで。そうですね、もう15秒ぐらいでいけなかったと思います。これ高田さんマットとかのパターンないっすよね。うん、高田さんマットのパターンで主張だったが、そこにお肉がありとかのパターンはない。うん、まあ、でだとしても右っぽいんですよね。うん、で、僕的にはあの中野アルマとメインにいた時間が後半長かったので、原産の方がそのシャワーから来た原産がいたので、やっぱ原産は切れる位置だと思う。高田さん白だ以上視点でもうアルゲンしかなくないですか。うん、まあ、でも僕もそのさっきのアドミンで、シャワー2のもう一人がもう出てこなかった時点で、まあ原、まあ、実際は原高かなって思ったけど、高田さん死んじゃったから、まあ、ほぼ原産がシャワーのインポスター1は原産。うん。だから、あるはマットで見逃してるはあり得る。これ。っていう感じ。いや、でもこれ、原産がね、竹ある原を釣ったら勝てそうな盤面で、結構ヘイト原産来てるんで、それを考えて、ポンズくんが決めるのがいいと思う。結構ポンズくんは白位置だと思ってるんで、ね、高田さんマットの場合は捨てられても大丈夫なんですけど、高田さん来るの場合は捨てられると負けちゃうので、できれば。高田さんマット追う理由って別に。それがよくわかんない。私視点は追えない、うん、それしかないんですよ、もう。でも、高田さん情報が大事じゃないですか。あ、そうかそうかそうか。私のマットで竹あるに。なんで竹あるはないの、原産視点で。原産からもアルマからも竹野さんって確実、ね。ポンズさん、どうしようか。いや、もう原産でいきましょう。原産でもアルタキ。まあ一応配置しましょうか。インポスター1はゲンさん。左さんからもあれもあれもシャワーの。じゃない、じゃあ僕は左行きますね。まあそれは多分みんなそうだ。じゃあ右行きます。お願いします。ポンズくんもね。左行きますよ。チャンス。おい、アドミンが刺されますね。おい、絶対分かってただろ、あいつ。あの野郎死んでるシップって。シャワー見ろ、お前。あいつやりよって。終わりだ。あ。コミュサボタリーだ。コミュサいないんじゃない、インポスターしかいなそうな。もう。これはもう。仲良し。すごい。人外にとって幸せな。うわ、幸せな。円満の家庭気づいてるやん。すごい幸せそう。助かれ、タスク。実はタスク。実はタスク勝利。あー、さようなら。幸せだ、これは。ドカーン。ナイスです。ナイス、ご主人様。ナイス、ナイス。ナイス。これは地獄の門番だわ。そうね、それは強いな。プテさんが言ってたのがもう、そう、プテさんがクリティカルでしたね。全くその通りでしたね。すごい。すごい。じゃあちょっとポンゼロちょっとせっちょっと壁殴ってきます。すいません。これは。これはダメだね。なんか今から申し訳なかったわ、ちょっと。そう、まあ、45分かちょっとポンズに今後の顔面整理をちょっと教えて。ちょっとホワイトボード持ってきますね。あ、そうね。ちょっとライブに切り替えた、俺の画面見てもらって。もう歩行で、もう受けますもん、何でももう。本当に。ポンズ君、アドミン情報あったら詰めないと。せっかく出したんだから。すいません、ね。111しか出てねえし。2221。あれがなく、ポテさんが悪いと思いますよ。いやいや、でも、やっぱ今日の主役に、別に4人で決めてよかったと思ったなんてこった、みんな、もうみんな分かってるもんなんですか、やっぱり。あ、いやいや、難しかったですよ。いや、確定ではないと思いますよ、うん、別に。3人外の位置は、そう、おのおのあったと思います。
ゲンさんがね、メインのベントに入ってくのを僕がその見て、あ、ゲンさんマットなんだと思ったから、もう強引にそのアドミンで、そうです。変えて、中野アルマにも知らせるっていう。素晴らしい。防御に。あれでマット分かったから、ナイスマすぎたな、うん。すごいな。盤面上は確定してない？結構。リアル。まあ、ここのね、高野さん死んだ以上ね。いや、そう。竹あるが、強牢がないから。うん、で、俺が、停電直してるんで、強靭絶対ないから。うん、一旦前に停電直してるって言ってるから。だから、まあ、私は高田さんがマットパターンしか出場できなかったですね、私して。なるほど。竹原がね、功労ないから。竹原の近づりからの方が静着する。そうそう、ローロー。うん、マットだとしたら、そうそう。じゃあ、いきますかね。はい、勉強になります。お願いします。失礼します。いやー、GGでした。